愛知県お寿司食べログ19位ながら大人気店です。完全予約制で予約しないと入れません。もちろんです。駐車場は店の前に2台止めてあります。今日は早めに行ったので止めさせていただきました。こちらが飲み物です。飲み物は値段が書いてないので、大将、値段書いた方がいいぞと一言言いたかったんですが、まあその店のそれぞれなので言わず帰りました。寿司石黒百名店、そして2019年ミシュランガイド、こちらの営業時間とは別に金曜日の昼のみ、女性のお弟子さんが3000円で握ってくれるそうです。5年間修行しているそうです。まだまだですよって言ってました。こちらのガリはバランスが良く、辛すぎず甘すぎず、ぶつ切りにして結構美味しかったですね。こちらがスミイカのカボス塩、イカの弾力はちょっと物足りなさ感じですけど美味しかったです。甘エビの味噌、甘エビの味を楽しむことができて、味の濃さもバランスも良く、シャリも天使のようにふわっとしてました。イワシ、あと大トロ、ウニとイクラの丼、アナゴ、卵焼きが来ました。大トロも油とのバランスが非常に良かったですね。どれも美味しいお寿司でした。臭みも全くなく新鮮で、シャリもふわっととろけるシャリでしたね。やっぱまだ大将若いそうなんですけど、これから右肩上がりのお店だと言っても間違いではない。こちら小イカの印籠寿司ですね。こちらも甘みがあり辛みがありとても美味しかったです。ウニとイクラ、イクラは個人的に嫌いですが、スッと入ってきましたね。やっぱ生臭くないイクラって美味しいんだな、食べず嫌いなくなったんだなと思いました。これでお寿司4店舗目、1位はダントツ寿司A港区ですね、名古屋の。2位がお値段とか考慮して寿司の極み立ち食い寿司ね。で3位にこちら石黒を選ばせていただきたいなと思います。かなりのクオリティ、ぜひご来店ください。卵も美味しかった、万歳。